では仙台のスタメンと予想フォーメーションです。中3日の前節大宮戦から1人スタメンを入れ替えています。ゴールキーパー小畑、フォーバック右から若狭、平岡、キムテヒョン、左に内田、ダブルボランチにフォギーニョと中島、右に名倉、左に木田、ツートップは富樫と今シーズン4試合ぶりのスタメンとなりましたフェリペ・カルドーゾです。アウェー岡山のスタメンと予想フォーメーションです。 4-2-3-1 のシステムで中3日の前節大分戦からスタメン2人入れ替えています。ゴールキーパー仙台の下部組織出身、宮城出身の堀田です。フォーバック右から川野、柳、バイス、そして4試合ぶりのスタメンとなりました阿部、ダブルボランチに本山と今日は今シーズン初スタメンの引田、右に田中、左にハンイゴン、そしてトップ下に川本、ワントップはミッチェル・デュークというフォーメーションです。木田が収めます。木田、ドリブラーの木田です。フォギーニョ、ミドルもあります。そのミドルシュートを狙っていきました。ファーストシュート仙台です。両チームともインターセプトの数というのが多いチームです。仙台はリーグ1位、そしてあ、ここはパス乱れました。ミッチェル・デューク、ミッチェル・デュークのシュート、惜しくもポスト左、高い位置でボールを奪って最後岡山、ミッチェル・デュークシュートを狙っていきました。お互い両サイドバックは特に仙台は高い位置を取る今シーズンの傾向があります。内田のクロス、ここ面白いボール、富樫のヘッド、ここは正面でした。いや、内田選手の、ね、クロスの質が高いですね、はい、クリア、若狭、右のスペースに出したボール、川本反応、川野サポート、その川野、前節アシスト記録した川野のクロスからヘッド、ハンのヘッド、しかしここはゴールキーパー小畑の正面でした。内田、木田、ここからのカットインもありますが、木田仕掛ける、縦へ仕掛けてクロス、このボールはゴールへふわりと向かっていくボールでしたが、なんとかかき出しました岡山。最後は宮崎だったでしょうか。今富樫選手のシュート素晴らしかったですね。イマジネーションがありましたし、まあ、相手の意表をつくようなシュートでしたけども、若狭、皆川、若狭、ワンタッチでうまくボールが回る若狭、そして木田のミドル、ここはキーパー正面、ワンタッチパスから最後木田のシュートで終えた仙台の攻撃です。中島左へ、内田がフリーです。その内田、宮サイドに走り込んできた、皆川、名倉のシュート、最後は名倉のボレー、ここも枠内を収めることはできませんでした。若狭から木田へのボール、いいボールがつながりました。木田、そして皆川へ、皆川の左足、最後は柳飛び込んでいきました。皆川に最後当たってゴールキックとなります。得意のセットプレーを迎えます。インスイングのボール、中央ヘッド、小畑、ここはキャッチング、ナイスキーパー。まあ、うまく体をつけながら最終的にボールに当てに行きましたし、ただよくね、小畑選手もキャッチをしましたし、このスローのボールが柳選手にとっては非常に競りやすいボールになってましたよね。アディショナルタイムは4分です。木田です。中盤でボールを持ちます。木田、遠藤に渡して、遠藤のミドルシュート、木田の落とし、最後は遠藤左足振り抜きましたが、バーの上を越えていきました。まあ、作りの中から遠藤選手が中に入っていくプレーは驚異的なプレーになりますから。白井です。木田が奪う。さあ木田、ここはスライディングでいい対応、本山です。大卒ルーキーながら
素晴らしい活躍を見せています。そしてここで試合終了の長いホイッスル、木山監督は今ガッツポーズを見せたでしょうか。攻撃力ある仙台に対し岡山、最後まで集中した守備を見せて0対0、共に勝ち点1を分け合う上位対決となりました。